j ポール・ゲティ美術館は、ゲティ財団が運営する美術館。カリフォルニア州ロサンゼルスのゲティセンターと、同じくカリフォルニア州ロサンゼルスのパシフィック・パリセーズのゲティ、ビラにある2カ所の施設の総称である。日本では、ポールゲティ美術館、ゲティ美術館と呼ばれることも多い。ゲティビラ1954年に、石油王ジャンポールゲティは、自身の邸宅に隣接した土地に、 最初のギャラリーを建てた。間もなく収蔵スペースが足りないことが判明。これが現在のゲティビラである。ビラのデザインはイタリアのエルコラーノにある古代ローマの遺跡ビラでパピリを模しており、その他の古代遺跡からの影響も受けている。ゲティビラは1974年に開館したが、1976年に死去したゲティは結局一度もこの場所を訪れることがなかった。 ゲティの死後66億1000万ドルの遺産を受け継いだゲティ財団はロサンゼルスのブレンウッド近郊にあるゲティセンターの構内を拡張する計画を開始し拡張計画に対する周辺住民からの反対を押し切って工事を開始したしかし財団が所蔵する膨大なコレクションを所蔵するスペースを確保するために美術館を2カ所に分散することが決められゲティビラには 古代ギリシア、古代ローマ、エトルリアの古代美術品を収蔵することとなった。その後1993年に、ゲティ財団は、ゲティビラを改築することとし、ロドルフォ・マチャドとホルヘ・シルベッティに、ギャラリーと校内のデザインを依頼している。1997年には、ゲティビラのコレクションの一部がゲティセンターに移管され、ゲティビラは改築のために一旦閉館した。 ゲティビラのコレクションの中には、この閉館期間を利用して修復された美術品もあった。古代遺跡の影響が見受けられるゲティビラのエントランス2004年、修復が完了したゲティビラは2006年1月28日に再開館し、古代ローマ風の庭園に囲まれた、同じく古代ローマ風のギャラリーには、元通り古代ニリシアローマ、エルトリアの古代美術品が収蔵されている。 修造美術品は、神と、女神、ディオニュソスと、劇場、トロイア戦争などといったテーマ別に分類されている。ボストンの建築家マッチャードとシルベッティによる、ゲティビラのデザインは、建築、インテリア専門月刊誌、アークテクチャルレコードに、芸術界特有の気取りを感じさせない、ほとんど奇跡、優れた力量、全く異なる、場所、時代の面影が洗練された建物、広場、 風景。ゲティビラの所在地はカリフォルニアのマリブであると勘違いされていることが非常に多い。パシフィック・パリセーズとマリブとの境界はゲティビラの西1マイルのところにある。ゲティビラもこの5階を広めるのに一役買っており、パリセーズの住人から避難されている。ゲティセンター航空写真もう一方のゼポール・ゲティ。美術館が収容されている。 ゲティセンターは1997年10月16日に開館し、中世から現代までの西洋絵画が収蔵され、約1300万人の入場客が訪れるアメリカ、合衆国でも有数の美術施設である。コレクションは20世紀以前の西洋絵画、ドローイング、装飾写本、彫刻、工芸品、19世紀から20世紀のアメリカ、ヨーロッパの写真など多岐にわたっている。 絵画で著名なコレクションとして次のようなものがある。テラスから見た展示館とロタンダ J ポールウェティ美術館の写真コレクションは西建の最下層にあり3万5千枚の肖像写真、1500枚の銀板写真、3万枚の立体写真、4万枚近い写真が収蔵された475冊のアルバムなどが収蔵されている。美術館の建物は非公開、 スタッフの執務室、収蔵スペースの3つの区分に分けられている。公開されているギャラリーは2階建てのものが5つあり、北建て、東館、南館、西建て、展示館となっている。展示館は、よそからの太陽絵画による臨時特別展示や劇財団のコレクションのうち展示場所が決まっていない、美術品の展示場所に当てられている。常設展示が残りの4館で、 年代順に各ギャラリーに配置されており、最も古い時代の美術品は北て、最も新しい時代の美術品。どのギャラリーも1階には装飾写本、工芸品、写真など光に敏感な性質の美術品が保管されている。太陽光がコンピュータで制御された2階では絵画を自然光の下で見ることができる。各ギャラリーの2階は、 ガラス屋根の連絡橋とオープンテラスで接続されており、どちらからでも植物園と中央広場を一望できる。テラス、バルコニー、ギャラリー屋外には彫刻が点在し、カフェテリアなども併設されている。J ポールゲティ美術館のコレクションに関する詳細な情報は、ゲティ .edu とゲティガイドと呼ばれる双方向マルチメディアツールで提供されている。 美術館内にあるゲティガイドの使用端末では、来客者は美術館の展示内容。インターネットで公開されているゲティガイドでは、美術館のコレクションが閲覧でき、自分自身で好きなようにコレクションにマーキングをして、独自のバーチャルツアーを作り出すことも可能である。ゲティガイドに関する、より詳しい情報はゲティ .edu を参照のこと。 ジェイ・ポール・ゲティ美術館がイタリアへの返還を拒んでいる。勝利した若者の像ジェイ・ポール・ゲティ美術館は、所蔵するコレクションの貴族についていくつかの議論を巻き起こしている。古代美術の前キュレーターだったマリオン・トゥルーは、著名なアメリカ人ディーラーのロバート・ヘクト・ジュニアと共に、東南美術品の売買に関与したとして、2005年にイタリアで刑事告訴された。同じような告訴は、 ギリシア当局からも起こされている。1995年にスイスのジュネーブにあった保管倉庫が捜索を受け、ここから東南工芸品が発見されたことがトゥルーの告訴につながった。イタリア人美術賞ジャコモ・メディチも1997年に逮捕されており、メディチの役割は世界で最高に洗練された古美術品のネットワークを作り違法な発掘と 超一級の美術品を入手して、裏の世界的美術市場に流すことの責任者であると、された。2006年11月18日に、j ポール・ゲティ財団に送られた書簡によれば、財団の役員会が認識。トゥルーは2007年3月の時点で、2500年、前の副葬品の花飾りと、紀元前6世紀の女性彫刻像の不法入手で、ギリシア当局の取り調べを受け、 2007年9月現在、美術品略奪の共謀罪を問われて、イタリアで裁判中である。女性彫刻像はギリシアに返還され、現在では、テッサロニキ考古学博物館に展示されている。2006年11月20日に、美術館館長、マイケル・ブランドが、係争中の美術品26点をイタリアに返還すると発表したが、イタリア当局が返還を求め続けている。 勝利した若者の像はこの中には含まれていない。2007年には j ールゲティ美術館にシチリアの古代遺跡モルガンティーナから戦争中に略奪された紀元前5世紀頃のアフロディテ像など40点の古代美術品の返還が命じられた。j ールゲティ美術館は20年以上にわたってイタリア政府からの返還要求と争っており、後に 入手方法に問題があったかもしれないと認めるのみにとどまっている。2006年にはイタリアの文化財調査官ジュゼッペ・プロエッティが交渉は一歩たりとも進んでいないと失望感をあらわにしイタリア政府に劇財団に対する制裁措置としてあらゆる文化的協力を提出するように求めた。これらとは別に1999年にもイポール ゲティ美術館は調査の結果東南美術品と発覚した3点の古代美術品をイタリアへ返還している。制作者オネシモスのサインが入った紀元前5世紀の赤い色キュリクス・チェルベーテリノ・エトルリア人遺跡から略奪されたエウフロニオス作の壺2世紀の女神ミスラの半身像とポリクレートス作の若い男性の頭部像である。 2007年9月26日にサーコナセンターが文化財、文化活動大臣、フランチェスコルテッリとイタリアへの東南美術品返還に関する契約書にサインした。これにより、紀元前5世紀の石灰岩と大理石製のアフロディティ像など40点の返還が決定した。2010年には、ポンペイから略奪されたフレスコが大理石と聖堂の彫刻。 古代ギリシアの花瓶が変換されている。ありがとうございます。